レオナルド・トーレス・ケベイド、レオナルド・トーレス・ケベイド、西、ディアナード・トーレス・クエイベド、1852年12月28日から1936年12月18日は、19世紀終盤から20世紀初期にかけて活動したスペイン人の技術者にして、数学者。レオナルド・トーレス・イ・ケベイド、ディアナード・トーレス・ワイ・クエイベドとも、 1852年12月28日、スペインカンタブリア地方のにあるに生まれた。父親が鉄道技師として働いていたため、職場のあるビルバオで幼少期を過ごした。ビルバオで高校を優秀な成績で卒業し、あとに2年間パリで学んだ。1870年、父親の転勤に伴って、マドリードに移住。同年、道路技術社体。 ロードエンジニアズ校の公式な学校に入学。1873年、第三次カルリスタ戦争が勃発し、ビルバオがカルリスタに包囲されたため、トーレスはビルバオ防衛に志願兵として赴いた。その後再び、マドリードの学校に戻り、1876年に卒業を、父親と同じ鉄道会社に就職したものの、科学技術の進歩の様子、 特に注目され始めたばかりの電気に関することを直に見るため、すぐにヨーロッパ放浪の旅に出た。スペインに戻るとサンタンベールに定住し、自己資金で調査研究を始めた。その成果はまず1893年に明らかとなった。1885年に結婚し、8人の子を儲けている。1899年、マドリードに移住。 この間の彼の研究成果に基づいて応用数学研究所が設立され、彼は所長に任命された。この研究所は主に科学的機器の製造を目的としていた。同年、マドリードの王立自然科学アカデミーの一員となり、1910年には会長となった。同研究所の成果としては、ゴンサロ・ブラニャス、ゴンザロ・ブロネスによる映画撮影技術とカブレラ、キャブレラと、 コスタ、コスタによる、X 線分光器が有名である。1900年代初期、トーレスはエスペラントを学び、生涯その信奉者となった。1916年、スペイン国王アルフォンソ13世から勲章を授与される。1918年、開発大臣就任の打診を受けたが、辞退した。1920年、スペイン王立アカデミーの一員となり、 パリの科学アカデミーの力学部門の一員にも選ばれた。1922年、パリ大学から名誉博士号を授与された。トーレスは1936年12月18日、スペイン内戦末最中のマドリードで死去。84歳の誕生日の10日前であった。トーレスの発明と研究は安全性を向上させたロープウェイに始まり、 複雑な方程式を解くための各種アナログ計算機械、独自の構造の飛行船、世界初の実用的なラジオコントロール、歴史上最初のコンピュータゲームとも呼ばれるチェス機械、電気機械式の解析機関など、非常に広い範囲で行われた。1902年、トーレスは新しい飛行船に関する特許を出願し、マドリードとパリの科学アカデミーで発表を行った。これは内部に、 柔軟なケーブルを貼ることで船体の構成を強化し、大型のモンドラの吊り下げに耐えられる半、公式飛行船だった。当時の飛行船は、単純な構造だが大型化や高速化が難しい南式飛行船と、1900年に開発されたツェッペリンに代表される、公式飛行船があった。公式飛行船は、大型化と高速飛行が可能だが重くて横振動が。 発生しやすい欠点があり、折りたたんで運搬できないことも、当時問題とされていた。トーレスの提案は、両者の問題点を解決するためのものだった。1905年、陸軍の技術者であるアルフレッド・キンデラン、アルフレード・カインデランの助力を得て、1896年、グアガラハラに作られたアーミー・ミリタリー・エリスタティックス、サービスでスペイン初の飛行船作りを指揮した。 翌年に最初のプロトタイプが作られ、1907年にはトーレス・クエイベドナンバー1が作成された。その後改良されたトーレス・クエイベドナンバー2が建造され、トーレスやキンデランと軍関係者を乗せて1908年に初飛行を行った。この成果に基づき、トーレスとフランス企業のアストラ社、ソーシティ・アストラの間で契約が結ばれ、同社は スペイン以外での飛行船建造の権利を得た。これにより1911年、アストラトーレス、アストラトーレス飛行船と呼ばれる飛行船建造が開始された。1913年には、フランス軍とイギリス軍が購入した。イギリス海軍の購入した、アストラ、トーレスフォーティンは、時速 83.2km、風向きが良い時には、時速 124km を記録し、 当時の飛行船速度の世界記録を更新している。その後も大型化された飛行船が多数製造され、主に第一次世界大戦の際に潜水艦の紹介任務に使われた。1918年にはアメリカ海軍が大型飛行船 AT-18 を、1922年には大日本帝国海軍も同じ大きさの最新飛行船 AT-20 を購入した。 AT-20 は十0 700メートルの大きさで、フランスから船で日本に送られ、海軍霞ヶ浦飛行場の飛行船格納庫が完成前だったため軍所沢飛行場にあった飛行船格納庫で、組み立てが行われた。トーレスは九百十八年に技術者のエミリオエレラリナレス、エミリオエレイラリナレスと共同で大西洋横断飛行船ヒスパニアを設計し、 世界初の大西洋横断飛行の栄誉をスペインにもたらそうした。しかし資金集めが難航したためにプロジェクトは遅延し、世界初の大西洋無着陸横断飛行の栄誉はイギリスのジョン・ウォール・コックラが勝ち取った。トーレスが発明した飛行船と同タイプのものは多数建造され多くの場所で使われた。フランスのアストラ社のものは30隻。 イギリスで1916年から1919 19年の間に建造されたものは60隻以上になる。イギリスでのアストラ社の関連会社やシップ社、エシップ LTD で建造されたもののうち4隻はロシア陸軍が購入した。セッペリン型をベースとした公式飛行船が世界の主流になった後もトーレスの発明と、 同タイプの飛行船は作られ、1930年代には、フランスのゾディアック社、ソーシティゾディアックがアストラ社と同の飛行船 V-11、V-12 を作成している。セッペリン型飛行船である、ヒンデンブルク号の爆発事故が起こった1937年に、大型飛行船の黄金機は幕を閉じるが、それから40年経った1977年には、 トーレス型の飛行船を2機並べた、総動船タイプの飛行船時のサウレが設計され、そのプロトタイプがゾディアック社で作られた。1912年、トーレスはチェスを指すオートマタを作成した。エル・アヘドレシスタ、エル・アゲドリシスタ、チェスプレイヤーの意と名付けられた機械は、チェスの終盤のみを扱いジロのキングと、ルーク人間側の黒のキングを積ませようとするもので、 人間側のキングの最初の位置がどこであってもチェックメイトすることができた。トーレスは2種類のチェス機械を作成した。1912年頃に作成した最初の機械と1920年頃に息子のゴンザロと協力して作成した2番目の機械である。最初に作成された機械はアームで駒を動かすもので、1914年にパリのソルボンヌ機械研究所で公開され、 また1915年9月のサイエンティフィック、アメリカンの記事トレサンドヒズリマーカブルオートマ、ディバイセス、トーレスと彼の驚くべき自動装置でも紹介された。2番目の機械は外観をより洗練させたもので、バンの下にある電磁石でコマを自動的に動かすことができ、またチェックメイトの際には、レコードの音声で知らせることができた。この機械はその後も保存され、 例えば1五十一年のパリサイバネティックス会議での展示で、息子のゴンザロは、ノーバート・イーナーラに、機械の説明を行っている。トーレスの機械より前に作成された、ボルフガング・フォン・ケンペレンの、トルコ人などのチェス人形が中に隠れた人の操作で、プレイしていたのに対し、トーレスのものは、内部の電気機械的な装置により、盤面の状況を判断し、駒の動きを決めることが、 できたそのためしばしば最初のチェスコンピュータと呼ばれ、また歴史上最初のコンピュータゲームとも呼ばれる。トーレスがロープウェイの実験を始めたのは、非常に早く、生まれ故郷の森江戸に住んでいた頃であった。1887年、約40メートルの窪地をまたぐ、最初のロープウェイを建設している。全長は約200メートルで、短座のゴンドラーを二頭の牛で引いた。 この実験に基づいて彼は最初の特許、複数のケーブルを使ったロープウェイにより貨物だけでなく人間の輸送が可能な安定した輸手段を申請した。後に電動機を使ったロープウェイケーブルウェイをブザリオレオンを建設したが貨物輸送専用として使われていた。1890年、スイスにロープウェイ建設を提案。スイスはこれに大いに興味を持ったが、 そのプロジェクトは採用されなかった。1907年、トーレスは人間の輸送に適した最初のロープウェイをサンバスティアンのモンテリアンに建設した。安全性は複数のケーブルを巧妙に利用することで確保された。結果として非常に堅牢な設計となり、サポートケーブルのうちの一本が切れても耐えることできた。プロジェクト実行はビルバオの工学研究会によるもので、 同会は、シャモニーやリオデジャネイロ市でもロープウェイ建設に成功した。科学的観点で最重要というわけではないが、最も有名な例として、カナダのナイアガラホールズに建設されたスパニッシュエアロカーがある。1914年から1916年に建設され、全長580メートルのケーブルが、ナイアガラの滝のカナダ側の滝壺をまたいだ形で設置された。 建設は、スペイン資本による、スペイン企業が行い、最初から最後までスペインのプロジェクトとして行われた。乗り場の入り口に設置された聖堂の飾り板には、スパニッシュエアリアルフェリーオーブザナイアガラ、リアナード・クエイベド・トーレスと記されている。1916年2月15日に試験運行が開始され、1916年8月8日に正式運行となり、その翌日から、 観光客の利用が開始された。その際に若干の修正が施され、以来今日まで大きな問題もなく観光客に雄大な景色を提供し続けている。トーレスは1901年から1902年にかけて人命を危険にさらすことなく当時開発中だった飛行船の試験を行うため無線によるリモートコントロールの研究を始めた。 1902年と1903年には、フランス、スペイン、イギリス、アメリカ合衆国で特許を取得し、1903年には、パリの科学アカデミーでデモンストレーションを披露した。このシステムは、世界初の実用的なラジオコントロールで、ギリシャ語のテリー、距離や遠くを意味すると、キネ、力や動きを表すを組み合わせた、テラキーナという名称で呼ばれ、後にテラキノとも呼ばれるようになった。 1895年のマルコーニによる無線電信の実験以降、ヨーロッパやアメリカで無線によるリモートコントロールの研究や実験が行われ、トーレス以前ではテスラやエジソン、イギリスのバリカス、セシール・バラクスによるものなどが知られている。しかし、無線技術が発展途上だったことと、電波でモーターや火事などの動きをオン・オフするような単純な制御方式のものが、他。 満足な結果は得られていなかった。トーレスの方式は動作指示をパルスの数として不合化し無線で送るもので、様々な異なった動作を行わせることができた。システムは電波を受信するためのコヒーラ検波器、受信したパルス数によって切り替えを行うマルチポジションのスイッチ、そのスイッチで制御されるいくつかのサーボモーターから構成される。複数のパルスにより、 マルチポジションのスイッチの位置を切り替え、あらかじめ定義された機械的な動作を選択する。この方式では、複数の動作をきめ細かく制御ができ、またパルスの数を増やすことで、動作のバリエーションをいくらでも増やすことができた。送信側での動作指示は、当初無線電信で使われている電源で直接行っていたが、後にレバー操作により決まった数のパルスを送信できるような、 装置が使われた。パリでのデモンストレーション後も多くの公開実験が行われた。1904年には、ミワ自動車を用い前進後退と方向転換ができるプロトタイプで実験を行い、成功を収めた。同じ頃、マドリードにある湖で、ボートのリモートコントロール実験も何回か行った。これを見て、感銘を受けたビルバオの知事は、 ビルバオで大規模なデモンストレーションを行うための資金を提供た。1905年にはドイツから購入した船にテラキノを組み込み、ビルバオで何回かの実験を行った。8人の乗客を乗せた船は 2km 以上離れた。送信機から数学的な正確さで制御された、と当時の新聞は報じている。1906年にはスペイン国王アルフォンソ13世を含めた、 大観衆の前でこの発明を公式に披露した。公開実験の成功後、この発明を魚雷や潜水艦に応用しようとし、スペイン軍に資金提供の依頼を行ったが拒否されたため、その後の研究は中止された。2007年、トーレスのリモートコントロールの研究は IEEE、e、米国電気電子学会により、電気、電子技術や、 その関連分野の歴史的異業として認定され、IEE、e、マイルストーン賞が与えられた。アナログ計算機械は、方程式を物理現象に置き換えることで解を求めるものである。数値は、歯車の角度のような何らかの物理量で表される。トーレスは、このような機械を、大数マシン、アルジェブレックマシン、西、牧野アルジブリカと呼んだ。 方程式を解く機械は18世紀まで遡ることができ、19世紀頃には様々なものが考案された。トーレスの成果もそれらの上に成り立つものである。1893年、トーレスはマドリードの王立科学アカデミーで大数マシンについての論文を発表した。1895年、パリの科学アカデミーと科学推進協会のボルドー会議で機械のプロトタイプが披露され、 1900年には、再び、パリの科学アカデミーで、さらに一般化し、理論化した論文の発表を行った。トーレスは、機械式のアナログ計算機械を複数製作した。最も有名なものは、台数方程式を解く機械で、8つの項からなる、任意次数の台数方程式を高い精度で解くことができた。この機械は、以下の式を計算で求めることができる。 ここで、点は、係数を、a、a は、各項の係数を表す。α イコール1の場合を考えれば、以下の式となり、代数方程式の根を求めることができる。トーレスの機械では各項を対数スケールで計算した。そうすることで各項を、a、a ログのように和と積のみで計算でき、非常に広い範囲の値を扱え、さらに計算時の相対誤差を値の代償に、 関係なく一定にできる長所がある。しかし、各項の和を計算するためには、対数スケールでの計算値ログと、ログとから精度よくログを求める必要がある。この計算のため、トーレスは、エンドレススピンドル、エンドレススピンドル、西、ヒューセロシンフィンと呼ばれる、独自のメカニズムを考案した。このメカニズムは、ワインボトルのような形状の螺旋状歯車を用いた、複雑な作動歯車で、 y イコールログを計算できる。ログ、ログイコールログイコール、v と置くと、u, v イコール10であることを用い、以下の式を利用して、ログを計算する。トーレスはこの機械以外にも、1900年頃から、歯車とリンク機構を用いて二次方程式 x, px, q イコール0の複素数回を求める小型の計算機械を考案し、また一回微分方程式を解く。 積分機なども制作した。現在それらのいくつかは、マドリード工科大学にあるトーレスケベード博物館、ムセオトーレスクエイベドに収められている。トーレスは1913年に発表した論文、オートマティカに関する小論、インスヨースソブレイオートマティカで、オートマティカ、自動機械、西、ウトマティカと呼ばれる機械の提案と、その実現化性の検討を行った。これは、 人間のように知的な行動を行う、あるいは人間を置き換えるような機械で、現在の様々な自動制御機械に相当する。この機械は、外部からの情報を取り込むセンサー、腕のように外界を操作する部分、電池や空気圧などの動力源、そして最も大切な取り込んだ情報や過去の情報を使って判断を行う部分からなり、外部からの情報に応じて、 生物のように反応を制御し環境の変化に適応して動作を変えることができるものとして定義された。このような外界の状況により動作を変える機会が理論的に実現可能であることを示すため、トーレスはある種の解析機関を例として用い具体的な実現方法を示した。この機械はバベッジの解析機関のアイデアをベースにトーレスが独自に考案したもので、 電気機械的なメカニズムを用い、外部の数値データを取り込み内蔵されたプログラムで値を判断し、処理を変ながら計算を行う。論文では理論上の機械とされているが、実際にはメカニズム全体の具体的なデザインが示されている。論文内では A、Y、Z の順に並ぶデータ列から A を計算する機械が例として用いられている。 最初に必要となる様々な部品、具体的には数値を格納するレジスタ、組み込みの関数テーブルを用いた常助産などの演算装置、数値の代償比較を行う装置、入出力ゲート、多段スイッチによるセレクタ回路などの電気機械的な実現方法が示され、続いて制御プログラムを含めた全体構成が説明されている。演算部は減算装置、乗算装置、 数値の比較装置、イコール、2本のレジスタ、データの入力及びデータ出力を行う部分からなり、共バスで接続される。それらを制御するプログラムは回転する、円筒状に貼られた胴体のパターンとして表現され、数値の代償比較による条件分岐を含んでいる。さらに、全体の回路構成や16ステップからなるプログラムの詳細な説明以外に、トーレスの論文には、 世界で最初と言われる不動小数点演算の提案も含まれる。その後、1914年にトーレスは実際に PQB を計算する解析機関のプロトタイプの設計と作成も行った。条件分岐命令を含んだプログラムを実行できる汎用の電気式、機械式コンピュータが現れるのは1940年代であり、トーレスの論文はこれより、 はるかに早い。トーレスの論文はスペイン語とフランス語のみで発表されたこともあり、英語圏ではほとんど知られず、その後のコンピュータ開発に大きな影響を与えることはなかった。コンピュータの歴史の研究者であるランデル、ブライアン・ランドルは、トーレスが実際の歴史より20年以上早く電気機械式の汎用コンピュータを実現可能だったかもしれず、実際のニーズやモチベーション、 資金力も持っていたと指摘している。また、論文の発表後、1920年にトーレスは、電気機械式、アリスモメータ、アリスママターと呼ばれる、計算機械を作成し、パリで発表を行った。この計算機械は、プログラム可能なものではなかったが、計算を行う装置と、タイプライターとを電線で繋ぎ、タイプライターから、数式、 例えば532-257とイコールを打つだけで自動的に計算を異答えの数値を印刷することができた。ユーザーインターフェースから見ればこの機械はキーボードを入力インターフェースとする現在のコンピュータの前身とみなすことができる。また利用形態として見れば電線の延長によるリモートでの計算も想定しており通信回線を利用する現在のオンラインシステム 等の初歩的なものと考えられる。さらに、電気機械式アリスモメータについての1920年の論文には、様々なオートマティカにおいて、連続的な数値を有限の理算的な値として表現し、処理と判断を行うことの必ず性が指摘されている。これは、現在のデジタル処理に相当する。トーレスは当時としては、非常に先進的な多くのアイデアを持っていた。 トーレスは、ロープウェイや飛行船、ラジオコントロール以外にも広い範囲で様々な、発明や、特許の取得を行った。例えば、飛行船用の空母、特許番号56139や、都市案内システム、特許番号27042などがある。晩年のトーレスは、教育にも力を入れ、その結果として、教育に関連した以下のような、 様々な特許の取得も行っている。プロジェクター用のポインターは、現在のレーザーポインターやマウスカーソルのような役割をするためのもので、プロジェクターの投影面に、ポインターに相当する影を表示し動かすことができる。うにする発明である。また、科学技術の発展のための様々な活動や提案も、言った。例えば以下のようなものがある。トーレスは、 中南米を含むスペイン語圏での科学技術の発展のため、共通の技術用語辞典の作成のための活動を行った。1921年の科学用語書籍国民会議の創設決定により、具体的な活動が始まり、1930年にヒスパニックアメリカン技術辞典 DX ヨナーヨテクナレジェコヒスパノアメリクアーノの第1巻が発行された。 それ以降のマキの編集は、スペイン内戦や、トーレスの死などの影響で長く中断、1983年になって、科学技術用語、ボカーブラーヨシエンティーフィコアイテクニーコの名称で、初版が発行された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。